ジョイスティックマウスは、指先や顎で動かす小さなジョイスティック型のマウスです。レバーでマウスポインターを動かして、3つのボタンでクリックやホイール操作をします。特徴を3つに絞って紹介します。まずは、弱い力で動かせること。手のひらサイズのジョイスティックマウスは、握って使うのではなく、指先や顎の小さな動きで使えるように作られています。 次に Windows で動く設定ツールというソフトを使えば3つのボタンに割り当てる機能やマウスポインターの動くスピードジョイスティックが動かない範囲などを設定できます最後にそのままの形状では使いにくい場合カスタマイズも受け付けています例えばステムを延長しててこの原理でより軽い力で動かせるようにする例えば外部スイッチをつなげられるようにするといった対応が可能です 詳しくはテクノツールジョイスティックマウスで検索してみてください。